お元気スクルメージシーズの平ですお 330, 回まで330回まで来ましたね、えー、330番、えー、共通テストの出願人数ですね減少してるぞみたいな感じのことが結構 YouTube で言われてますしかしそれでですね逆に油断してしまうというかもう騙されてしまうような生徒はいかんですよっていう話ですねえー、229番のやつでも同じことを言っておりますまあ一応229番見直しといてください えー、今日のやつですね、えー、もうこれ3495回も再生されて、視聴維持率32.6%までいってます。<laughs> 昨日,一昨日、おととのは30.7%だったのが、もうここまで上がってきてますね。はい、すごく皆さん、あの最後まで見ていただいているので、えー、今日のやつですね、気になったら229番にちょっと飛んでみてください。はい、ということで、えー、一般大学用の追い込みの参考書ですね、まあ、ちょっと一応、実物を見せといた方がいいだろうと思うんでですね。 あの一応見せておきます。はいということで、えー、最後に、えー、コロナ対策の成功例ということで、まあ、一応、福岡県がどういうふうな取り組みをやったかっていうなことをですね、まあ、その辺がおそらく一番のあの成功例だと思いますので、まあ、一応、そこを紹介して、えー、なんとか大阪とか北海道とかですね、なんとかしてほしいなというふうに思っておりますが。はい というでこのチャンネルですね、一番再生回数が多いのは74番の動画、えー、6193回、出、え、口、ー、先生のチャンネルとですね、第7位の再生回数で6143回ですから、ようやく6000回増えたので、超えたので、出口先生のやつともちょっと比較ができますけれども、出口先生の第6位の動画が6570回なので、 まあそこにですね今から迫っていくぞということですね。出る先生に追いつけ追いさせということで頑張ろうということですね。はい最近上げた動画なんですけど326番のやつですね経済学部を受ける場合は気をつけてねと経済学部は滑り止めにしちゃいかんよとちう話が結構伸びてます。回でですねで、えー 318番の動画が252回の再生で32.4%という非常に高い視聴率なのでですね、はいまあ、あのこのチャンネルすぐどっか行ってしまいますから今のうちにチャンネル登録しておいてくださいね <laughs> 後であとでなんとか実習室とかいうのはどこ行ったっけみたいな感じになりますからですね。はい、ということでクルミ実習室私が経営しておりますけれどもオンラインの家庭教師や学びエイドなど映像授業ですね、えー、月額1万円からで申し込みますよ中いですね。 はいといととうことで夜の8時半から9時まで毎日ちょっと忙しくてです、ね、この時間帯は対応できませんで。毎週木曜日は私は不在ですので、まあ、この辺はちょっと電話かけられたりしてもですねちょっと対応できませんので申し訳ありません。はいということで、えー、視聴回数とクリック率と平均視聴時間をちょっと最近の動画上げてみたんですけれども非常にですね平均視聴時間がですね高いあの最近は内容にものすごくこだわってます。ので 最近は内容がいいのかずっと全部ですね20番も21番も322番も323番もずらーっとあの最後まで見てもらってます非常によく内容を見てもらってますので、まああのー、視聴回数は視聴回数はというかあのクリック率ですねあんまり皆さんクリックはしてもらってないので視聴回数がだんだん今少なめになってきてますけども、まあ、内容でちょっと勝負しようと。 いうことですねもう入試が近いですからあんまり浮いた話ばっかりやれませんのでね。はいということで今日の内容は入っていきます。よいしょ さあ共通テスト出願者数がですね減ってるぞといな感じのことが今言われてますけれども、まあ、センター試験の最後の年だったんで今年は浪人生が少ないですで高校3年生の人口も毎年少なくなっていっているのでまあ、少ないのは当然なんですよ、今年は。だからですね、えー、当然のこと、今年の共通テストの出願者数は減ってるんだけれどもだからといってですねそういう油断を煽るようなこというのは私はちょっとやらない方がいいだろうと思っています。 緊張しろっていうかですね、あの集中しろっていうようなことですね、油断するなよってう,ようなことを言っておかないと今いけないタイミングだと思うんですよ。はい。ということで、競争相手をですね、合格させないようにするために、まあ、要するにその自分の軸では、わーっとこうね、あの、 気合いでのうちにや,やりながら、外に発信するときにはですね、今年はあの非常に受験は楽ですからね、とか、いい感じで他塾、他の塾さんとかの生徒たちをあの油断させようという,うな作戦じゃねえかというふうに思いますけどですね。はい、ということで、まあ、前の動画でもあげたように、229番かな、であげたように、えー、明星立法中カンカン同率レベルの大学で、えー、おかしなことをやったんですね。合格者を、 えー、合格したにもかかわらず、あのー、文部科学省から言われている1.1倍を超えちゃったもんだから、えー、他の学科の方に移しますみたいなことをやってこれで問題になって文部科学省から簡カ単ンカンに送られているんですよね、この難関レベルの大学が一、はい、つあるんですけれどもその大学のことで簡単、えー、カンカンに送った文部科学省を見て他の大学がいっぺんに真っ青になってです、ね、とにかくもう合格させないという感じでわーっとやったのでもう下の方へ下の方にこれから降りてきます。 ね、でさらに言うと今回のコロナでですね社会人とか大学生とか職業高校の生徒たちというのはもう一斉に大学受験に切り替わってきているわけですよで社会人や大学生というのは、まあ、あの職場を辞めたりとかあるいは大学辞めたりするとちょっとやばいのでとりあえず大学に合格したらですねどっか受けてみて大学に合格したら会社を辞める大学を辞めるというような形のことをやるわけですよ、うん、で仮面浪人組が多いのでちょっと数字の上で見えないんですよね。じゃあこれ 共通テストで見えてくるはずじゃないかというふうに思うかもしれませんけどまあさっきも言ったようにこの辺の現象がある関係でやっぱちょっと少ないように見えちゃうわけですねでも実際には内容はこういう少数精鋭の人たちが受けに来てるから人数少ないかなと思っても結構上の方は層が厚い中のことはあり得ますなのでね、だから案外とあこれ楽勝で上の方行けるかなというふうに思ったら思った以上に えー、層が厚いよっていうなことですね、上の大学を狙おうとすればするほど、多分これ、一般の午後6時からのこの放送では、一般の大学狙ってる子たち多いんですけれども、一般の大学を狙うっちゅうても、結局、私立だったら上の方ね、明星立法、中、官官同立狙ったりとか、あるいは国立大学でも、宮、ま、廷、あ、大は無理かもしれないけど、宮廷大に準じるような、こっちで言うなら広島大学とか、熊本大学とか、そういったところを狙うっちゅうな子たちは結構、この時間帯でもいると思うんで,ですね。 だからそういうところにですね、やっぱ食いついてくるわけですよ、うん。で、さらに言うとこれ共通テストでしかないですから、まあ大体この職業高校なんか特にそうですけれども、共通テストなんてとても受けられないんですよね。はい、もう三強学科がやっとなんですよ。彼なんかで社会人や大学生もそうですよ。共通テストちょっと無理だとね、三強学科で行こうみたいな。つまり私立の方が激戦になる可能性ありますから、共通テストの出願者数が少ないからといって油断しないようにしてくださいねということです。 はい、ということううでもうう、えー、一般大学をこれから皆さん受験する上での共通、えー、参考書などですね、これから追い込み用の参考書ですけれども、まあ、まずは共通テストパックですね、はい、さっき見せたこの Z 回のやつとかですね、はい、こういうふうな共通テストパックがありますはい、ということでこの2冊はですね、やらないようにというのが基本ですこの2冊は難関用ですのでこれめっちゃ難しいです 共通テストの問題がここまで難しくなったら、これは大変だってなことであるのがこいつですので、これは基本的に医学部を受ける生徒用のものですので、これは一般の大学を受ける生徒はやらんい方がいいです。ただし、ただし、得意科目に関しては、この緑や青でやってみたがいいです。もう変あの他の教科はボロボロだけど、数学だったら偏差値70代だとかね、英語だったら偏差値70代だとかいうふうな生徒はこれをやったがいいです。 そうすると、どれだけあの偏差値60とか偏差値70、全然取れませんから、共通ですとは。ですかなので、まあ、一般的には、ですね、基本は緑とか青とか、さっき見せたやつですね、駿台とか Z 階以外をるやるんですよということで、まあ、学校とかでも販売されている河、まあ、合塾とか、あるいは代々木ゼミナールとか、あるいは真剣ベネッセのやつとかを買いましょうねと、まあ、基本的にやりましょうねと。 でこれだけではまあ正直言って点数取れないですけれども一般の大学を受ける上での基礎点はまあ狙えますから、まあ、それでやっていくんだよと。でそれでまだ余裕があると、ね、いう方は得意科目に関してちゃんと緑とか青をやっとこうねと、まあ、国語と数学と生物あたりが特に今年は難しくなるでしょうから、まあ、物理も難しくなるっぽいけどですね、まあ、そういったのはちゃんとやっとった方がいいと思います。 はいといととうことで,ですね、まあ、ちょっと数学が得意な人はっていう話をしたのでもうちょっと話をしますと、よいしょ。あはい、ということで,これですね、えー、数学が得意な生徒はやっぱり必勝マニュアルということで、えー、東京出版から出ているこれですね、はい、共通テスト、穴埋め対策という感じでこれをやっとった方がいいですよとめっちゃいいですからね。 もう数学が得意な人はもうここまでやっとった方がいいんですけどね、はい、あんまり数学ばっかりやってると他の業界やる暇がなくなっちゃいますからちょっと困りますけどね。はい、ということで赤本は基本なんですけれどもまあこれですねこっちで言うと西南副大とかこういうふうな今年のやつがありますよねということで一般大学受けるときの、まあ、そういったのがあるんですけれどもまあ難関を受けるんだったらばどうなのか中ですね。 例えばある程度広島大学とかそれなりのレベルになるとやっぱちゃんとしたのをやっとった方がいいと思いますで赤本のやつとかはですねあの赤本のやつとかは、まあ、まあ大学生とか名もなき名前が出せないような塾講師、予備校講師とかが作っているので結構間違いとかもあったりするんでですねあの過去問を解いてみてちょっとおかしいなと思ったら学校の先生とかですねとにかく塾の先生とかでもいいから聞いてみるということは大事です。 はい、ということで、えー、以上でございます。今日言いたかったことですね。まあ、ちょっともう1つだけ付け加えていると今日あのこれですな、大学の就職内定率の推移で、もうこういうふうにガクッと下がってますよと、ね、こういうふうにガーンと落ちてきてますよということで、もう大学でだって就職でないですよと、ねえー、今の小学生、中学生、高校生は2位と引きこもりになるぐらいしかも道がないですぞというようなことを先に言っておきます。ねもう70切ってます もう一気に行きますよで今、内定をもらっているような人たちも内定切り食らいますから来年の1月、2月、3月ではやっぱり内定取り消しねという,ような感じになりますのでそれはもう覚悟しておかないといけないです。これからも地獄が始まりますので,、はい、でその地獄が起きないようにできる限り抑えたいと思っているのがコ,、ねはい、コロナ対策の成功例として福岡県、一体何やってきたのかということですね。 福岡県結構抑えられてます。何をやってきたかというとやっぱり感染爆発というのは大きな都市で起きるわけですよ政令指定都市とかですねだから福岡県の場合は福岡市とか北九州市にも徹底的に PCR とかですねもう爆撃していったわけですよもう集中的に福岡市と北九州市を締め上げていったというのが福岡県のやり方です それに対して、やっぱ大阪とか北海道とかっていうのは、やっぱ大阪市とか札幌市みたいなところを放置してたわけですよね。適当にやってたわけですよ。だもんだから、そこから中心となって、もばーっと広がってしまったということで、とにかくでかい都市大きな都市に、ね、集中的にやると。じゃあ福岡県全体だとか、大阪全体だとか、北海道全体だとか、無理ですよ、そんなのは。うん。愛知県、名古屋市、はい。 もうそんなの無理ですよ全体は無理なのでもう本当に集中してやるということ選択と集中が大事だぞということでどんな PCR 検査の数なんてもう限られてますからそれはどこに集中させるかというともう大阪とか札幌とかですね名古屋とかそういう,うなところだけを集中的にやるともう田舎の方でもですね出てくるけれども、まあ、基本的に散発的ではそんな感染爆発みたいな感じにはならないんで。ですねはい ただやっぱり田舎でも気をつけなくちゃいけないのは音楽教室だとかねあのそういうなひたすらあの飛沫を飛び散らかすような学校は気をつけた方がいいとうんもうすぐ学校閉めろみたいな感じになりますけどいや学校閉めなくていいんだよ学校閉めなくていいからとにかくこうやってバ,ンバ,ンバンバン飛沫を飛び散らすようなそういう風な行事はやめろということですね音楽大会をやめるとか、う。ん もう今、剣道場とかで、わあ、やーめん、固定とかな、とかって、わあ、とかあの近所のところやってますけどですね、あえてバーっと飛沫を飛び散らせながらやるような競技とかは、ちょっとやめといた方がいいやろうなという時期に入っているというですね、はい、ただ、まあ、とにかくそういうふうな音楽学校とか、そういうふうなところでは、バーッとクラスターが起きるっいうのは、覚悟しておかないといけないってうですね、学校閉めろうじゃなくって、まあ、閉めるんやったら、そういうふうな音楽とか、ね、そういうふうなのをちょっとやめなさいよと。 飛沫を飛ばすようなものをちゃんとピックアップして、それはやめときなさいよというようなことですね。3密がも問題じゃなくて、3密だと絶対食らっちゃう宇宙ですよね、うん。だから3密であろうがなかろうが、飛沫が飛んでたらもうクラスターは起きるんですよ、はい。ということです。ということですね。えー、今日はここまでです。最後まで見ていただいてありがとうございました。ですね テレビ局や新聞社は北海道とか大阪に対してやたらと忖度していますからですねこんなこと絶対言えないです、テレビ局や新聞社は絶対こういうようなことは提言できませんもう大阪とか北海道のことをうかつに触れるような人はもうテレビとか新聞からもう全部外されてしまいますから大阪とか新聞あの大阪とか北海道にですねテレビ局や新聞社はなんか忖度してますよね、うん、だから権力にすり寄ることしかやっていないのがテレビ局や新聞社であると。 でテレビ局や新聞社が叩いている政治家とか、ですねあれは正義の政治家ということで、菅政権とかは、ね、正義の政権だから、テレビ局や新聞社に叩かれると、ね、大阪とか北海道は悪の政治家たちだから叩かれないということですね。<laughs> まあそういうことなんだろうなというふうに思いますが、なんでテレビ局や新聞社は北海道やあ大阪にこういう提言しないのかと、ね、市の方に政令指定都市とかに集中爆撃しろというようなことですね。 はい、なぜ言わないのかと。ね、もう大阪とか北海道はロックダウンしろとかね、あのそんな GoTo トラベルとか大阪や北海道に限ってはもうとんでもないとか、まあ、そんなことテレビや新聞は絶対言いませんから、<laughs> そんなこと言ったら大ごとになりますよね。うん、テレビや新聞社はそこには言えないと。ね、菅政権とかには文句言うけれど、<laughs> 菅政権には言っていいという、ですね大阪や北海道には言ってはいけないとか、まあ、そういう取り決めみたいなのが。 あるんでしょうなテレビや新聞はい、ということで、えー、最後まで見ていただいてありがとうございました、えー。チャンネル登録、気に入ったらよろしくお願いします。で下の方に私のブログとかお問い合わせシート、電話番号などありますので、よろしくお願いします。はい、ということで、以上です。